にちは、かくすけです。レースの続きやっていきます。続きというよりね、2ゲームですけどね。で、次60分ですよ。20分で撮っていきます。はい、弱い週多集落と戦争を始めたがります。最もアクセスしやすいところに行くんですね。 OK。 そう、実績はまずね、海のね、区画が8以上のはクリアしたいんですよね。あと鉱物と植物のみなので、あ、動物と植物のみなので、あー、そっか、動物と鉱物の方が助かるんですけどね、海にするなら。植物は全然でしたからね、使っても。そうか、動物と鉱物のはクリアしたんですね。ふんふん。まあ、そして砂漠と森ですね。何でもいいですね。ふんふんふん。戦争実績は6以上。ほい。で、まあ、どれでもいいですね。6つ存在するは難しいな。素晴らしい時代。ふんふんふん。鉱物のみ。植物のみ。じゃあ海のところは動物のみで行きます。ふんふんふん。8以上のね、村ね。ほいほい。グレートプロジェクトを3つ。まあとりあえず海が8以上のところで動物のみをやって、動物植物だけの村を作ります。今回はいいですね。ゲーム始める。はい、みんなおはよう。まずね、海の巨人のお仕事ですよ。で、8区画以上なので、村がだいたい13マスくらいになるので、村の陸地分はね、5くらいにしたいんですよね。なので1、2、3、4、5、この岩がいっぱいあるところまで陸地にするので、こんなもん。1、2、3、4、5、こんなもん。そしてね、そこは森にしますかね。湿地でもいいんですけども、森にしましょう。君はここに森を作るんだよ。ね、よしよし。そしてここに、あ、動物だけなので、とりあえず食べ物を置く動物をここに置きましょう。あ、間違ったよ。ここですよ。はい、よし、これで人が来るんじゃない？あ、来た来た来た。よしよし。まあとりあえずはここをいろいろしてみましょうか。いいですね。あ、範囲結構広いですね。で、このサバはフード&ハント。まだ進化はさせられないかな。何も技持ってませんもんね。ちょっと操作がスコア寄りの操作をやっちゃいますね。食料を30で、サバは範囲内に他のサバがいればプラス1って何、何のプラスだろう。まあいいでしょう。サバを置きましょう。さらに、そしたらね、お互いプラス1、多分食料かな、されるので、18、30ぐらいだよね、目標は。なので、さらにその横にサバを置きましょう。今クールダウン中。そう
そっか、森のね、この穀倉とかはだいたい食料が必要なので、ここは食料をね、多めにします。こっちは確か、うん、財力はまだいっか、食料だけでいきましょう。なんでこの横にさらにサバを置きます。よし、30いきましたね。うん、あー、停止するため他の人も動き回ってますか。それではサバ取ります。よし、いや、沼地を作りましょう。うん、沼地の村を作りましょう。あ、間違った。うーん、よしよし。そう、前までね、効果音の音量がね、すぎて声が聞こえにくかったと思うので、うん、効果音を減らしました。ほらね、前までこれをしたらわーって言ってましたけどね。うん、服装は止まるでしょう。うん、沼地はできたので、こっちは沼地か、植物と動物にしようかな。動物と鉱物が終わったから、うん、鉱物作ったことないな、こっち。うん、じゃあ植物と鉱物でいきましょう、ここでは。よしよし、では植物を置きます、適当にね。で、鉱物は、うん、ここに置く、ここに置く植物を植えますかね。なになに、この、あ、なに、ん？うん、なんか光の集まりはね、ここに入っていきました。エルダーベリーか。うん、これにはできないな、まだ。うん、うんうん、あ、なに、あー、なるほど、技術を必要とする。うんうん、エルダーベリーは、うん、これでちょっとあげましょう。技術が多いか、植物と鉱物なので、隣に動物の巣があればっていうのは無理なんだ。お、食料一つにつき技術がプラス、そうそうそう、技術が必要なんだよ。それなら隣に、うん、技術を提供する植物を置きましょう。お、何が欲しいって、食料が15個、利用中の技術が15個、まあ、両方結構溜まってますね。鉱物は、あ、置けるのか。鉱物と植物ですからね。なので鉱物を隣に置いたらいいんですね。うん、体力よりは技術が必要ですからね。よし、 OK です。こっち行ったんじゃない、あと1。よしよし、サンダスガーが出現しました。こっちは動物があげたいですね。それでは、岩の巨人に持たせましょう。OK、 今こっちの鉱物作ってくるからでいいでしょう。うん、カードをちょっと進化させる。トマト、あー、食料、あー、うん、じゃあ隣に植物置きますね。さらにトマトよね。うん、で、このマーブルか、初めて見たな。うん、どのテクノロジー、うん、技術が必要。隣に鉱物があればいいのか。さらに鉱物ですか。村の範囲もっと広がらないのかな。うん、じゃあさらに鉱物をしましょう。技術、財力、あ、でも先にアンバサダーを取って動物を強化しましょう。君たち欲望は溜まってないかい。よしよし、大丈夫ですね。よしよしよし、うんうん、まあこれもほっとけば溜まるでしょう。よし、塗りましたね。じゃあ君はね、はい、あー、うん、早いな。動物をあげたいけど、植物と鉱物があるのか。
頻度が増加、技術と進歩が増加、岩で、あ、岩情報を切るのかな、一応寝かせてみようかな。まあでも一回ね、動物をアップグレードさせて上に行きましょう。You cannot pick up this ambassador because other giants have、読めない。まあ一匹しか持ってないっぽいですね。なるほど。じゃあ他のにも出せましょう。町のアンバサダーは、動物を強化、植物を強化で、なるほど、これでいきましょう。はい、あ、変異できますね。サバはサバはサバがいればいいんですけども、まあ進化させてみましょうか。サバも一応まだいるしね。はい、ブダイになりました。タイプ水アニマル、動物がいれば上がります。ですので全部ブダイにします。はいいいでしょう。まあ、ブダイはこれ以上進化できないっぽいですね。でならできる限りアップグレードだけしておきましょう。あ、ちょっと上がりすぎなんじゃない？あ、大丈夫？あ、しまった、ブダイ食料取れないのか。これは困ったぞ。あー、しまったしまった、じゃあここにサバを置こう。こっちは財力よりも食料が必要なんだけどな。あー、失敗した。隣に動物の巣があればそれはいいや。トマトにしましょう。はい、トマト完成。次のはさらにしたらいけるのかな。もう一回、ほーい、あ、まだ慣れないですね。仕方ない。よしよしよし、マーブル、あ、ペパーミント、技術プラス7なんでね、進化はさせなくていいかな。これにできればいいですけど、でも植物のアップグレードに持ってたらね、まあ、多分これじゃあ変異ができないとは思うけどね。マーブルを、マーブルはまだアップグレードできない。もう一つ村作れますね。この人ちょっと薬草が溜まってますが、まあ、しばらく放置ですね。それではこっちはまだまだ進化して大丈夫ですけど、普通にお話ししてますね。じゃあどうしようかな。トマトにはしなくていいのかな。隣に鉱物があれば、なるほどなるほどなるほど、じゃあ鉱物置きましょう。さらに、まあ技術を置けばいいですね。これはできましたからね。じゃあもう一つ村作りましょう。森、はい、実績を達成する必要、知ってるよ、そのこと、全く。もう一つは砂漠にしますね。それではここに山を作ります。まあ間違ったよ、鉱物を使うんだよ。はい、
有効化されてないですね。あ、なるほど。なるほど、なるほど。範囲外ですね、ここ。ですけども、いいんですけど、もう村作れますよって言ってますね。作りますよ。うん。これくらい。そしたら反対側に広がってくれるかな。それとも山の上に範囲が作られちゃうのかな、村の範囲がね。よしよしよし。うん、村の広がる基準がよくわからないですね。あ、広がりました。なんで、なんで、なんで。いいんですけどね、それで。うん、これで有効化されましたね。うん、はい、はい、1日まで行くと止まってるの。いやーね。うんうん、じゃあこっちの管理をします。ほいほい、農園の建設が始まりましたか。まあでもこっちにも一応ね、植物と鉱物だから、動植物ですね。こんなとこに植物だなんて無理があるぞ。じゃあ鉱物だけの村にしましょう、ここは。ういっ、おっと、間違えました。うん、はい、ここは財力が必要なんですよね、大体。よしよし。うん、どこで建て始めたって、こっちかい。農園どこ、あ、違う、農園どこに建ててるのかな。あ、これか、これか。あ、一箇所で何個もできるのか。うんうん、これは覚えました。財力が必要なんですね。いや、植物植物作る気ないんだけど。植物作れって書いてありますね。無理なんだ、ごめん。じゃあここのはできませんね。ここの、はいはいはい、とりあえずこっち60の食料と20の財力と60の技術。うん、食料と財力が少ないですね。うんうんうん、じゃあ財力を増やしたいですね。うんうんうん、財力、植物、ここにトマトにしたら食物増えるんですけどね。まあ、財力を増やしましょう。はい、なのでここに出ます、鉱物を。うん、これ何、クオーツか。うんうん、はい。うん、うんうんうん、有効化は、ほら、体力が10で有効化。うん、もうすぐ溜まりますね。クオーツはね、何かその辺に座るから、動物は置かないんだよな。じゃあ、動物は置かないんだ、ごめんね。うんうん、じゃあ置くだけ置きましょう、できる限り。うん、はい、体力増やしてね、これで。で、反対側にも鉱物を置きます。はい、こちらが何が必要、体力は30ですね。クォーツは、シナジー、隣に石があれば。うんうん、ソルト、クォーツがあれば。うんうん、両隣に石とクォーツを置けばいいですね。なので、あ、こっち置けないじゃん。うわ、じゃあ技術を取るか財力を取るかですね。ここは財力を取りましょう。あ、技術じゃない、
けじゃないからね。ああ仕方ないな、これは石を置くこともできないしね。うん、巣穴があるとそれも厳しい厳しい。うん、じゃあ反対側に財力を置いてその横にという形でいきます。財力を置きまして、ほいほい、そろそろこっちを置きましょう。うん、食料、うんうん、財力はいけます。食料ですね、あと食料ですか。うん、巣穴置けないからな。おっと苦しいぞ。14減っても大丈夫、実は14でも大丈夫。 OK ということでトマトにします。トマトにします。 OK トマトです。56か、まだ足りないですね。この人はね、それ使った技術と自然が上がるならこっちを使いましょう。これ、どれくらい上がるのかな。4上がってくれたらいいんですけどね。ここがクォーツで、隣に石があるかクォーツがあるか両方置きましょう。うんうん、こっちにこれ、こっちにこれ、OK。うん、ゲームのオートセーブ。あ、20分経つ。あ、ちょうど経つ頃か。よかった。よし、それでは今回の動画はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。